おはようございます。釣り講 TV です。新しいね、釣り竿を手に入れましたよっていうことで、ちょっとね、開封していこうかなっていうね、こういった動画になっております。イエーイ。じゃ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 ーん。ロデオクラフトですよ。これ、ちょっとね、これはね、欲しいなーっていうね、高級めな竿なんですけども、早速ね、まあどんな竿か開けていきたいと思います。いやー、2021年はね、ちょっともうこの竿が欲しくて欲しくてね、そんでもって、ついに手に入れたっていうことで、はいはいはい、じゃあ出していきますね。よいしょー。ね、釣り竿になってますね。このブランクス部分と、そしてグリップ部分が出てきたー。よーし、はい、カメラ、はい、じゃじゃじゃーん、これですね、ロデオクラフトのホワイトウルフの8ポンドクラス、この竿を手に入れました。イエーイ。こういう感じ見えるかな、こんな感じでね、49のホワイトウルフのですね、8ポンドクラスということで、いやー、この竿、うわー、久しぶりにですね、気分爆上がりの竿ですね。ちょうどですね、冬の釣りから、あとはハイシーズンのちょっとやりたい釣りまでね、これはカバーしてくれるんじゃないかなっていうことで、入手してみました。じゃあね、グリップ部分見ていきますけども、まずこういう感じで、バットの部分はね、ここがね、固めの EVA、まあ、スポンジみたいな感じになってますね。で、コルクグリップが、ね、こういう感じであって、で見てください、なんともね、初めて見るような不思議なカラーパターンになっていて、でフォアグリップ部分があって、でここのバット部分でついでいてね、名前があってガイドに続いていくんですけども、チューブラーの竿ですね、この先端までね、ソリッドティップとかではなくて、チューブラーが、先端までね、ピーンとあって、でまあ、高感度で8ポンドクラスのラインを使った時に気持ちよく曲がるよっていうね、こういう仕様な竿なわけなんですけども、なんで欲しくなったかね、まずはね、去年の初めの頃ね、これを説明してもらったですね、動画があるので、まずはこちらをご覧ください。スポーツは8ポンドクラスですか？これ俺も今日8ポンド借りたんですけど、はい、これはどういうことなんですか？どういうこと？8ポンドってどういう時にミノを使い何でも使います。ヘビキャロもこれだし、ヘビキャロもこれだし、イメージ的に何グラムぐらいまでのリグで、打ち物だったら5グラムぐらいにした、はい、結局その俺ネガ感度すごい嫌いな人なんで、はい、竿先がこう曲がってると引っかかるじゃないですか、はい、で曲がってなきゃ引っかかりづらいんで、はい、スタックさせたくないときは、はい、あれ竿先が曲がんないやつ、その内物とか、はい、で逆に巻物は多少硬かろうが竿ちょっと曲がってりゃ針残るんで、はい、口にはちょっと曲がってれば OK みたいな、まあまああとはそのトータルのウェイトで使いやすさとかはありますけど、はい、ジャックベイトから、まあ、トップもそれだし、はい、あれもそうですね、ディープクランクとかも8でやっちゃって、8でやっちゃってます。だから8ポンドとは書いてますけど、今だって12ポンド巻いてますし、うん、あの8から使えるよってだけなんで、はい、気持ちよく曲げられるよっていう、そうそうそう、すげえ重いリールつけてって沈めちゃったら知らないです、はい、ピッて置くでしょ、浮いてるはい、というわけでね、ま
ずね、想定している出しどころとしては、真冬のタイミングのジャークベイトのパターンですね。そんな時に、使えるよっていうことで、松本さんに教えてもらったんですけども、この竿を使ってワンテンであるとか、あとはバルナであるとかね、そういったミノを使って魚をね、上で食わせて、でそういうのに食ってくる魚は得てしてですね、もうブリブリの太い魚ね、まあランカーなんかが狙いやすいパターンということで教えてもらったんですけども、そういった時にまあ大体この7フィートぐらいあるね、それでミノをしっかりと飛ばせる竿、これを使うことによって、なんというかこう立ち木のちょっとね、ずれた軌道のところに着水してもこのロッドの長さを利用してそのキワッキワをね泳がせたり、そうすることによって、冬の、あんまり移動はできないけどね、ちょっと、静かめにしているけど、まあ目の前通ったらルアー食っちゃおうかなっていうね、こういう魚がね上ずって食うっていうね、このパターンを教えてもらったんですけども、そういった時にこの7フィートあって、投げやすくて、それでもって巨大な魚がかけた後にね、しっかりと寄せられる、こういった竿が必要だよね、そんなことで聞いていて、うわーいい竿だなね、まずはそういったことがありました。その後ですね、ちょっと、季節は進みまして、去年はあの牛久沼なんていうのね、よく先輩と言っていたんですけども、その時、この竿がねまた大活躍するわけなんですね。こちらをご覧ください。握りも食えない状態です。おしゃ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 、タモンいけますか、俺に渡せますか。はい、危ない竿が、まあ、浮いてる浮いてる、大丈夫です、魚取ります、先に魚取る。でかい沈んじゃうやばいでかいからパニックです。でかいからちょ、もう一回でかいから。また竿落っこちゃった。いやー、ロデオの浮く特性が存分に発揮されましたね。もうロデオ大活躍の一撃ですよ。ロデオで釣ったしロデオ浮いたし。言ってるそばからこれで食ったよ、さっきのリブ。おお、すげえ。ちょっと横に持っていただいて、うお元気。うお、すげえ。これはすげえ。いや久しぶりに牛久な感じだぜ。はい、タックルは P の 1.552、 リーダーは20ポンドで、はい、ヘビ弾にして、はい、タングステンシンカー P の 1.55 で、ね、高級タングステンシンカー、高級タングステンシンカーですね。それも俺が挙げたやつです、うん、で、ロットが、はい、ホワイトウルフの、はい、ロデオクラフトホワイトウルフの7フィートの8ポンドクラス。8ポンドクラス。はい。ですね。はい。素晴らしい。うん。見えてますね、今日は。この竿はね、本当にね、かかってからはバレる気がまずしないです。今、わちゃわちゃでしたけど。絶対バレる気がしない。かかってから、この竿は絶対バレない。マジで。今まで使った全ての釣り竿の中で、俺は魚かかってからこんなに安心できる竿はないです。マジで。どの釣り、いろんな釣りやるけど、飼ってる時の安心感はこの竿はすごいですね。今ね、ちなみに、はい、竿が一回落水しました、はい、浮いてました、はあ、もう17ポンドクラス、はあ、もう一回沈んでたんで、もう一回やりますけど、ね、8分の3シンカーのラバージグついてて、はい、リールついてて浮くんで。これロデオが浮いた。浮いた。こういう時にこの浮く特性っていうのが、そうですね、あ、どこどこの何々が落ちたんで、うん、見つけたら拾っていてくださいっていう投稿いっぱいあると思うんですけど、はい、ロデオは軽すぎて本当浮くんですね、これ本当に浮くん。ちょっともう一回許しますちょっと怒られるでしょ、これ作った人に、はい、よし、よし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 、まあ、抜ける500ぐらいあるね。いやー、ありがとうございます。来ましたね、4匹目ですよ。完全に見えてます。4匹目ですよ、これどうしちゃったんですか、これ8ポンドです、また8ポンドのヘビーダンショット、はい、ヘビーダンで、はい、同じです。よし、
初めて牛久沼で4本超えました。あともう1匹でリミットメイクです。はい、そうですね。あ、今日5本リミットなんですか。はい、この動画を見て釣りコー TV に騙されないでください。今年は10回ぐらい来て魚を触ったのが 2日だけです。来た、おっしゃ、おっしゃ、山さん、タモでかいですよ、サオが、よっしゃ、でかい、でかいぞー、でかいぞー、村じゃないぞー。はい、いやー、ちょっと今日はすごいね、これ。おお、またそれですか。またこれですね。もう今ちょっと牛久沼はこれじゃないと釣れない気がしてきちゃった。もうホワイトウルフの8ポンド、まずシンカーがサニーブロスの高級シンカーですね。あ、これ俺からもらったやつ。これはもう釣り子さんが唯一、釣り子さんが唯一かかってんのはここだけですね。これじゃないと釣れない。バスつったのにシンカーの CM。 いや、これでしか釣れない。このシンカーじゃないと釣れないです。これ食ってきたんじゃないかな。そうですね、これを食ってきたんですね。で、まあまあもうなんかピーっていう感じで、はい、そのシンカーは多面構造で、すごい純度の高いタングステンを使っているんで。そうですね、もうこれだけで、そうですね、これだけ投げてると大体バスが食ってくる感じですけど、まあもうぶっ飛んじゃってなんだか分かんなくなっちゃって。そうですね、まあでこれで、超高級進化、はい、サニーブロスさんのです。はい、やだな、 GMG 見てて。いや、先輩、後輩から2個仮パクでそれを大切に使っていただいてるという。でまあなんか海で旗釣りに使ってるシマノのスコーピオンの、まあ、安いリールですね。これに 1.5 号の PE でリーダーが20ポンドでダウンショット、はい、ダウンショットっていうより多分そのシンカーが重要なんですね。じゃあ、はい、そうや、まあ、こう言って食ってるからこうやって食ってるから、はあ、でまあサオはまあもう浮くやつです。浮くサオですね、これね。浮くっていうサオですね、はい、あ、もうホワイトウルフ水素に限りなく近いっていう意味でこのはい、8ポンドってのが今日のでも肝ですね。8ポンドの、7フィートですね。この本当にね、なんか全然魚がバレる気がしないんですよ、これ。確実に今日はフックセットしたの、ね、結構暴れつつちゃんと取れてますね、はい、4匹この竿で釣りました。はい、ここら辺が結構ね、もう決定的に欲しくなったところなんですけども、まあ、この7フィートっていう長さを使って5グラムとか7グラムぐらいのね、まあ、ダウンショットで使っていたんですけども、やはりね、そのコントロール性能が良くて、それで大きな魚がかかった後も綺麗に曲がって魚をねしっかりと寄せてくるっていうね、これがもう大活躍していて、でその後自分もね後追いで 6.7 フィートぐらいの中ブラの竿かな、買ってみてね、いろいろ試したりしていたんですけども、まあ何にしても衝撃的だったのはもう目の前でね、この竿を使って、バッタバッタとワームの釣りで釣るね先輩の姿、うわ使いやすそうだな。実際現場でもね何回か振らしてもらったんだけども、あーこういう感じかっていうね、もうここでね、ああもういつかチャンスがあったら買おうってね。でなかなか売ってなくて売ってなくて、今はね釣り具屋さんにね、ちょっと並んでるかなっていうところなんですけども、何にしてもですね6万円を超えてくるようなちょっと高級な竿なんで、もう非常に作りがしっかりしていて、でちょっと目の前でね、巨大バスをねどんどん釣り上げる、松本さんやちょっと先輩の姿を見てですね、まあ実際の使い方でいくと、そのハイシーズン中のヘビキャロの釣りなんかにもね松本さんはこれ使ってるよね、まあいろんな番手があるんですけども、8ポンドクラスは、主にその冬のジャークベイトの釣り、なんだろう、リーダーレスダウンショット、ダウンショットの釣り、あとヘビキャロの釣りとか、結構ね、いろいろな釣りにそのまま使えちゃうっていうね、こういった竿なんで、ちょっとチャンスがあったらぜひもんでね、一つ欲しいなと思って今回ね、
手に入れてみました、具体的にはもう使い出そうかなっていうね、冬のねまずはジャークベイトの釣りとかね、そういったところでね使ってみたいななんていうふうに思うんですけども、これねやっぱりなかなか情報が出ていないんで、ロデオクラフトのホワイトウルフシリーズですね。まあ自分この他にもですね、結構ねもう最近のちょっと大きめのルアー全般に使ってるんですけども、この17ポンドクラスっていうねこの竿をねずっと使っているんですよね。でこれは結構強めのまあミディアムヘビーとかそういった感じのイメージの竿なんですけども、まあ、こっちの竿がね M パワーぐらいに相当するのかな。まあ、こっちの17ポンドクラスの竿でちょっと強めのね、うちの釣りとか、あと NZ クローラーなんかもねこの竿でできちゃうっていうことなんで、まあそういった大きめ強めの釣りには17ポンドクラスを使って、で、結構ねしっかりとなんだろう、食わせに行く展開、そんな時はせっかく手に入れたんでね、この8ポンドクラスっていうね、こういった竿をね、使い分けていこうかなというふうにね2022年は思っております。この他にもですね、テスト中のスピナーベイトに特化した竿とかですね、あたまたスピニングの方でもねいろんな竿があるので、まあそういったところでタイミングタイミングではね、このホワイトウルフシリーズいろいろ試していこうかななんていうふうに思うんですけども、まあこのあまりにもね情報が少ない竿なんで、ただねこの、そういった広告とかにかけるのとホームページにかけるのとか全てね、取り去って、もうとにかくこの竿にいいものを作るためにねふんだんに予算をかけて作られた竿っていうのはね、なんとなく聞いているので、まああとは使ってのお楽しみっていうことですかね。まあ、非常にいいブランクスが使ってあって、でガイドもね、最高級のガイドが使われているよ。まあ何よりも全体のバランスですね、こういう感じの釣りにはっていう感じで、松本さんがですねもう、部材を吟味して作り上げた竿っていうことで、ちょっとね気になっていた竿が手に入ったんで買ってきてみました。はい、というわけでね、いよいよこれ実調の方でもね、自分も手に入れたんでいろいろ使ってみようと思いますけども、本日の釣り子 TV はこちら、ロデオクラフトのですねホワイトウルフシリーズから8ポンドクラス、この竿を1本手に入れてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。